親の顔も自分の名前も知らない。分かっているのはスラム街の外れに赤ん坊の頃捨てられていたということだけ。君にふさわしい場所はそこじゃないよ。君の嗅覚は世界を変えちゃうかもしれない。潮見純という女によって俺はスラム街から引っ張り出された。当時純が支持していた葉山教授が身元引き受け人になってくれた。新しき料理の世界を明らかにし照らす子に、そんな意味を込めてアキラと名を付けられた。俺の隣にはいつも純がいた。アキラ君はとてもいい子です。熱心に研究を手伝ってくれて、私の足りないところを補ってくれます。本当に感謝してもしたりません。でも怖いんです。私は自分のためにアキラ君が望まぬことをさせてるんじゃないかって。違う違うよ、純。俺の価値を見出してくれた。君にふさわしい場所はそこじゃないよ。俺に生きる意味をくれた。俺を照らしてくれたのはあなただ。勝たなきゃならない純のために。これじゃまだダメだ。誰にも真似できない方法で勝たなけりゃ俺が作る意味がない。香りの力で味の世界を変える、それが俺の料理なんだ。この一皿に俺の全てを捧げる。勝者葉山アキラ。葉山だ、葉山だ。オブリサンマのカルパッチョ、スペシャリテと呼ぶにふさわしい一皿であった。おめでとう、葉山くん。おめでとう、おめでとう。やったね、葉山くん。よかった、よかった。もう相変わらずクールなんだから、もうちょっと喜びなよ。優勝。なんでもねえ。アキラくん、シナモンの香りには心を元気にする効果があるんだよ。そうか、準決勝の時の顔。上へ行くのは俺だ。誰も近づけさせるか。あれは余裕の笑みなどではなかったのだ。己を鼓舞するためのもはや威嚇に近い形相。危ういな。葉山くん、素晴らしい料理だった。ありがとうございます、堂島シェフ。だが大きすぎる才はやがて自らにも爪を立てる。君がその才能とうまく付き合っていけるよう願っている。